リボンピはホワイト純白パンティーです。ニオーニ、シュラ、サイカマゴイチソンです。飛ばします。危ねえ。今柱にぶつかった。よく当たんなかった今。スタミナがない。うわ、スタミナ。今ボケっとして危ない。今はね、今は怖いんですよ。2回切って強すぎる。10ですね。10で2回切ってパンと2回切って10打ち。もうダメじゃ入りませんか。
危なかったな。ボケーとしてるんですよね、いつも。半分地方症ですんで、あれ。2回押してるんですよね、これ。2回返してる。危なかった。スタミナが足りなかったわ。炎にはダメージ入りませんが、クラウド止まるんですよね。それが困る。危ない。危なかった。手を飛んでくれませんね。なんでよかったわ。全く飛んでくんねえわ。危ない危ない。
全く空飛ばなくなったね。危ない。せっかく飛んでくれたのに完全ミスです。攻撃できませんね。ギリギリだなこれ。飛べ。飛んでちょうだい。ラッキー何回も飛んでくれるわ。あと5回ぐらい飛んでくれれば。危ねえ、スタミナがない。危ねえ。ちょうだい。
飛ばないの。危ない。今当たってもおかしくないわ。ボケっとしてた。炎のダメージ入りません。すごいですが。スタミナなくなってた。危ねえ。飛ばないねこいつね。騙された。全然撃ってこないな。よし、行っただろ。ようやく行ったか。5144 5144。えらく時間かかりましたこれね。5時間ぐらい時間かかった。
ノーダメージ取れたと思います。非常にビビり戦法でしたので、ものすごく時間かかってますけれども、火縄銃、甲羽の銃、音も衆、膝鎧、八景目茶碗、玄明、陰陽装束、八田ガラスの形容、小手、八丁念仏、ああ、なんか、今、聖宝書八丁念仏いりません。神器の破片。攻撃していたのは、唯一、やつが飛んで、2回銃を撃った時だけです。その時以外、全く攻撃してません。その時は、2回銃を撃つと、そのまま落ちてきますので、落ちてこないことはほぼないと思います。そこで近づいて、さよしぐれ。結構危険ですけどね。飛び上がって、爆弾を投げてきて、その後に2回銃を撃つ。その時は素直なんですけれども、最初につかみをやってきた後に、黒い煙をまとった攻撃ですね。つかみをやってきた後に。つかみやった後に何だっけな、その後に銃を2回撃ってくることがあります。でも銃を2回撃たないで1回撃ってやめてしまったりとか、あるいは1回撃ってまたつかみをやってきたりとか、いろいろあるんですよね。2回つかみをやってきて2回銃を撃った後っていうのは、ちょっとこちらも警戒してますので近づけない。なのでちょっと遅れる。なのでかなり怖かったです。一番最後倒し、最後の攻撃当てた時がそれですね。やつが飛び上がって掴んできて、で銃を2回撃った。ただちょっと警戒して近づかなかったというところがあります。とりあえず終わります。おい、とどめを刺さないのか。ふっ、面白い。それじゃ遠慮なく引かせてもらう。孫市くんの写真を久しぶりに撮ろうと思います。いやー、これ苦労したわ。もう二度とやりたくないわ。こいつノーダメージはもう二度とやりたくありません。あんたも逃げた方がいい。霊石のせいか、厄介なのが寄りついちまったね。ここもじきに崩れる。じゃあな、あんたとはまたどこかで会いそうだ。御影洞門の鍵を得ました。あ、消えた。あー疲れた。一晩中やってましたので発狂しながら、近所迷惑になりながら、警察呼ばれながら、警察は呼ばれませんでしたけどね、さすがに。後ろに牛鬼、本ボスの牛鬼になります。今までは牛鬼はものすごく弱かったんですが、あやかしのイメージ編ではものすごく弱かったです。変わってるかもしれません。やりましたな、秀千代殿。これをお持ちください。やっぱ関の演技下手だね、こいつね。もっと苦しそうにやんないと。自称の印鑑。私のことは気にせず、先へお急ぎください。まあ、自称秀千代殿、どうぞお気をつけて。自称の印鑑は大したものじゃありません。ただの小物ですね。秀吉がいつかきっと。大した装備ではありません。薬使用時に気力回復増強、まあ、薬を使うんであれば多少使えるかなって感じですかね。八丁念仏はないんだよな。最下のカラスとの決着はついたようだな。出しゃばりよって。
たびはお主に功を譲ってやったまでよ。すまんの。お主、酒は飲めるか。猿めは気に食わんが、働きに免じて酒の相手ぐらいさせてやってもよいぞ。さっきから響く地鳴り、まだ何かおるようだな。そこの青病だ、お主らの知恵袋であろう。知恵者は貴重じゃ、大事にいたせ。竹中半兵衛ですね、後ろでハーハーやってる。さっきから響く地鳴り、さっき、で装備ですけれども、メイコプラス14、メイコの刀プラス14ですね。に、まあ、サヨシグレバカバカ打ちますので、サヨシグレのダメージプラス20っていうのをしておりました。あと、焼き打ちの鎧、これは何度も動画の中で説明してるんですが、耐火をつけた上で、なおかつ基本の耐火能力というのがありますので、耐火が 13.1。でここは必要なかったんで、剣聖の衣、サヨシグレのダメージ 9.6% をつけました。ここですね。精錬なる衣はサヨシグレのダメージ。で、剣聖の衣は、記憶回復速度、無傷、5.7%。ノーダメージでしたので、5.7% ついていたと、無傷でずっとついていたと思います。で、焼き打ち、こちらは同じように、焼き直しの耐火と基本の耐火で耐火 9.8、ここですね。ここはもともとついてなければ、自分で鍛冶屋でつけないとここに耐火はつきません。ここもですね。この耐火は鍛冶屋でつけたものだと思います。まあもともとついてたかもしれませんが、でこれは 6.5 で、なおかつ今回、主の守護霊、主な守護霊は真神で、耐火12で、服が耐火、これ20の半分で10です。合わせて22になっていたと思います。9秒服の守護霊としてつけてましたので、それで耐火が 106.2 までいっていたということになります。ここの数字ですね。100を超えていたので火のダメージは食らわなかった。ボコボコ、火の玉食らってましたけども、言ってもなく、あれはダメージ入ってなかったので、一応ノーダメージ干渉ということにしておきます。他の干渉のところでダメージが入らなければ、一応干渉取れるっていうのはありましたのでね、変わってないとは思います。わかりませんが、でなおかつ陰陽術の中に、これまあ同じことを何度も言ってるんですけどね、陰陽術のスキルの中に耐火8というのがありますので、それも覚えております。陰陽術は使えませんが、こういった基本のスキルみたいなものは使っている。いぶせの方、耐火8っていうのがあると思います。左上ですね。そんなこんなで耐火の数字を100以上にして、炎のダメージが入らないようにしていたということです。なので、まあ、敵の攻撃をゆっくり避けることができる。ゆっくりというか、まあ、火の玉はある程度気にしないで避けることができる。ただし火の玉を食らうと、その場でひるみますので、ダメージは食らわなくても。なのでかなり危険にはなります。食らってしまうと、食らわないのがいいんですが、まあ、食らったとしてもそこで終わりにはならないということですね。他の本体の攻撃を食らわなければダメージは入らないので、でこんな感じでやっていたということです。オームカルト戦の心し死亡事故ポケモン GO、 子供の視力低下、子供ゲーム依存症、ポケモン、スーパーマリオ、マリオカートスイッチ、子供搾取、子供ゲーム障害者、子供ゲーム病、子供ゲーム犯罪、子供ゲームシナコロナ、ポケモン GO の任天堂が滅びますように、チャイルドゲーミングディソーダー、チャイルドスクイージング、ポケモン、スーパーマリオ、マリオカートスイッチ、チャイルドマダー、チャイルドクライム、チャイルドフラウド、チャイルドニューコロナ、チャイナバイラス、ポケモン GO、クレイジー、ニンテンドーカルト。というわけで動画切ります。あー疲れた。もうやりたくね。動画切ります。